はい、皆さんこんにちは。ティナです。タカです。エイティブログです。本日は皆様にご報告があります。私たちは旅に出まーす。ということで、西日本一周の旅に出ます。いや、ちょっとやりすぎじゃない？まあ、西日本に行きますけど、一周じゃないし。まあ、考えようによっては一周だよ。なんか、すっごい短い一周なんですけど。一週間ぐらいかけて、西日本に旅に出たいと思います。ちょっとだけ、時間をかけて、行ったことないところばかりで、楽しみにしてます。まずは、姫路に行きます。行ったこと、我々ございません。兵庫県は何回か行ったことありますけど、まあ一番行きたい理由は姫路城を見たいからです。なんだったっけ、国産国産のお城。もちろんもちろんメイドインジャパン、あれメイドインチャイナではない。国王、それ国王の一つなのでぜひ見たいと思いまして。そうだね、名古屋周辺にも犬山城っていう国宝があって、姫路城は一回も行ったことないのでぜひ見に行きたいということで、まずは名古屋から出発して姫路まで行って、そっからどんどん旅は続けますけども、そうで、その旅の中で四国に行きます。で、私たちも四国行ったことないです。四国は一回も、あ、あるよ。え、淡路島越えて一回行かなかったっけ。な、オニオンバーガー食べたところ。うん、それは淡路島です。あ、そっか、淡路島までは行ったけど四国までは行ってないんだ。そっちの橋は通ってない。そうだ、行ってないわ。そうだから人生初四国ですよ。なので今回四国も行きます。いやー、そうだけど四国意外とでかくて、そうなんかインドイで行きたいけど、それだったら1ヶ月ぐらいはないとダメです。そう、四国ちっちゃいと思って正直バカにしてたんだけど、調べれば調べるほど自然が豊かだったり、ご飯が美味しかったり、すごい見どころはいっぱいあって、全部回ろうとするともうね1ヶ月じゃ足りないぐらいだと思う。だから今回はちょっと四国の北の方だけをちょっと見たり、難しかったよそれ、どこに行くかを選ぶこと、これから旅に出ることはめちゃめちゃ楽しみにしてます。で、ちなみに四国といったらもう景色、大自然すごいんですよ。他の YouTuber でいろんな人が四国の大自然をこうダイナミックに動画で伝えてるんだよね。で、それを見て四国に行きたいなと思ったんだけど、うん、だから僕らもその綺麗な景色を撮りたいなと思って、今回ドローンを購入しませんでした。ドローンの購入も検討して、大自然をこう綺麗に皆さんに伝えたいなと思ったんですけど、なんか調べるとなんかすっごい規制が厳しくなってて、それは旅に出る5日前にタカが気づくことだから。そう、旅出る1週間前にあ、ドローン欲しいわってなって、で、あれパッと買ってパッと使えないんですよ今。買ったらまずドローンを機体を登録して、国の機関に機体登録して、で、飛行申請を出して、で、その申請が承認されてようやくあなたはドローン飛ばしていいですよって。いや、でもそれだけじゃないよ、2週間ぐらいかかるらしい。でもそれを買ってもタカがドローンの使い方全くわからないから、それは一発で四国に行ってドローン飛ばそうとしたらもうその場で壊すから、練習も必要だね。ドローンはね、ないよ今回ね、ドローンの購入は諦めました。まあ、私たちは本当に楽しみにしてます。皆さんも楽しみにしててください。美味しいものもいっぱい食べますね。そう、食事がめちゃくちゃ楽しみ。特に四国といったら何、うどん。そう、うどんでしょ。オッケーオッケー、よかったよかった。多分今視聴者の全員がうどんを思いつく。そしたらここの外国人がちょっと遅いな、ポカーンってしてたから、もう有名どころのうどん屋さん全部行きたいと思います。サッカーがそれも企画してて、1日うどんを食べるのが、だっていろんなお店あるからね。もう炭水化物のあれやばくなるよ。炭水化物祭りになるよその日。朝からうどん、お昼前におやつのうどん、お昼にうどん、お昼3時のおやつのうどんで、5時のうどんで、飲みに行った時の酒のあてにうどんで、最後飲み終わった締めのうどん。まあそれ絶対にそっちに住んでる人そうしないよ。皆さんも楽しみにしててください。
ぜひまだチャンネル登録してない方は僕ら西日本四国周辺を旅しますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。